君にも欲しかった。そのカフェにいつもマクロミルのリサーチ。マクロミル、総一郎さんと共にお送りします。振り返る2011年ということですが、田野さん、今お手元にこう今年の起こった事件の年表があるんですが、詳しく書いてますね。もちろん東日本大震災の 3.11 のところに大きく、字がありますが、本当にいろんなことがありましたね。しかしそうですね、やっぱり震災を受けてからの大きな変化や動きというものが、まあ、政界でも、もちろん官界でも財界でも起こりましたけども、田野さん、今手元にメッセージが入ってきてますが、はい、震災に関してなんですけれども、まあ、復興増税、復興の財源ですね、に関する西田さん、西田修平さんと書いてますが、田原さんは増税賛成ということです。これは最大の理由は何でしょう。もう少しまずは国、国会議員が歳出等に関してきちんとやってからやらないとダメなんだよ。増税2つありまして、1つは復興増税、これは 10.5 兆ですね。